こんにちは、6メガです。こんにちは、あやなです。3分動画で珍しく動画を使っているわね。今回は動画部分を見てほしいと思ってな。シャドウアーマーだわ。そう。今回は少しばかりシャドウアーマーにおける、アームパーツの能力について語ろうと思う。確かシャドウアーマーのアームパーツといえば、無チャージ状態だと3方向ランダムに手裏剣を飛ばし、チャージするとおなじみの円月輪を放つ、というものよね。そう。シャドウアーマーについて書かれているいくつかの記事には、アルティメットバスターと相性がいいと書かれているものが多く見受けられる。実際にその通りなんじゃないかしら？別に間違っているわけではないが、正しいとも言えない。それどころか俺自身はアルティメットバスターとの相性の良さというものに、少し懐疑的になっている。でも6メガ君自身、長年このアーマーとアルティメットバスターとの相性の良さは、十二分に感じていたはずだわ。わかっている。だがフォロワーさんから手裏剣は使い物になるかもしれないという情報をいただき、アルティメットバスターとの相性の良さというものは、思い込みだったのではないかと考えるようになったんだ。なので俺自身もいろいろ試してみた。そしていろいろ見えてきたものがある。今回はそのことをお話したい。何が見えてきたのかしら？まずシャドウアーマーにアルティメットバスターを装備してできることは、ハイパーチャージを装備してもできる。ハイパーチャージは確かチャージ時間を短くするパーツよね。そう。ハイパーチャージを装備してオートチャージをオンにすればほぼ同じことができてしまう。アルティメットバスターを装備すると手裏剣攻撃を封印することになるわけだから、できないことを増やすだけで、実はそんなに相性良くないのではないかと思ったんだ。何度か動画やツイッターで口にしているが、ブレードもシャドウも、コンフィグでオートチャージや連射まで意識しなければ、その性能を最大限引き出すことはできない。シャドウの手裏剣はその最たるものだろう。実際に手裏剣を使いこなそうとするとどういう動きが可能になるのかしら？前面に対して弾幕を張ることができるようになる。またボス戦において、いちいち硬直の発生する円月輪を使わなくても、ガリガリ高速でボスのライフを削ることができるようになる。ステージ攻略、ボス戦双方において使い分けることで、攻略を円滑に、スタイリッシュに進めるようになる。アルティメットバスターとハイパーダッシュでは、後者の方が両方のいいとこ取りできるので、アルティメットバスターが相性がいいとは微妙に思えないんだ。チャージ時間をなくしてまで高速で次から次へと円月輪を使いたくなる場面なんてほぼないし。なるほど。手裏剣を使う場合は、ラピッド5とバスターアップの2つを装備することを推奨したいな。特化させようと思ったら機動力に触れるカスタムパーツが減りそうね。欠点らしい欠点はそれくらいだな。こうして見てみるとシャドウアーマーも戦い方に工夫の余地があるみたいね。円月輪はどうしても足が止まるし、接近戦しかできない。うまく使い分けることで、アーマーの性能を引き出すことを考えると、単に円月輪を適当に振り回すだけの戦い方からは脱却できるかもしれない。6メガ君はあまり円月輪ばかりの戦い方が良くないという考えなのかしら？できることは多い方がいいと思っているだけさ。アルティメットバスターでの戦い方を否定するわけではないが、こういう戦い方もある。そういう風に考えてもらえればと思っているよ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。良いロックマンライフを。良いロックマンライフを。